皆さんもじゃあ。ということで、本日もね、やっていきたいと思います。で、ちょっと今ね、なんか集中豪雨的なのが降ってまして、えー、音が入っていたら非常に申し訳ないんですけどもね。まあ一応、この音編集してあげてるんで、まあ若干、まあ軽減されるかなと思うんですけどもね。ちょっとすごい雨でね。まあ、でも待ってるとちょっとね、撮影の時間がなくなったりしちゃうので、このままちょっと進めていきますけどもね。 えー、うるさくなってたら申し訳ないというところでちょっと先にね、お詫びしておきます。で、まあ今日ですね、エンゼルス戦で、えー、まあ、アストロズとね、第2戦かなというところなんですけどもね、まあ今日も3対11で敗れるという、えー、まあ試合になってしまいまして、まあ2試合連続でですね、えー、かなりの大敗ということにはなりまして、まあ昨日も、えー、3対11でしたっけ確かそんな感じでしたよね。 もう昨日のことを忘れたかったけども、またね、えー、デジャブかなみたいなね、ところになりましたけどもね。どうなってしまっているんだと。そうですね。昨日も3で11失点ですよね。だからまあ、忘れさせてくれないというね、えー、感じのまあ今日の試合にもなってしまったわけですけどもね。だからまあ昨日も言いましたけどもね。 こんな試合の話を聞きたい人がいるのかということなんですけども。まあ、なので、昨日はですね、2日連続でね、まあ、平の、まあ、その、おとといはですね、FA、全体としての FA のお話をして、で、まあ、2日連続で FA の話になって、昨日はまあ、平の話になりましたけどもね。でまあ、通常だったら昨日はまあ、FA の話はしない予定でしたけどもね。まあ、試合内容的にああいう感じになったのでね、 まあちょっとなーっていうところでね。まあやっぱりチャンネルとしてもですね、うん。まあそれなりに考えてというところで。まあエースピッチャーを2試合連続で先発させたみたいなね、ことになりましたけどもね。おとといと昨日でね、FA の話をしたわけですから。まあでもさすがに3連投はね、うん、エースピッチャーを先発で使うことはできませんので、今日はまあおとなしくね、試合内容をやっていきたいと思います。ということで今日の昇平ですけども、 えー、まあ今日もね、ホームランは出ませんでしたと。4打数1安打1得点2三振という結果となっておりまして。まあツーベースね。まあ打球上がったツーベースっていうところでしたけども。まあやっぱあれもね、えー、通常の状態だったら、まあホームランにしてるような球ですし、まあ変直でしたかね。だけどまあやっぱりね、うん、入らないということは、まあなかなかこう、状態がね、 まあ悪くはないんでしょうが、まあ前の状態ではないというか、まあやはり色々とね、うん、崩されたというか、まあ打たしてもらえなかった中でね、うん、まあ崩れてしまった部分、うん、というのと、まあやっぱり調子が良かった、まあ継続して良かったのが、まあそれによって、まあ崩されたというよりかは途切れさせられたというかね、うん、まあ相手に強制的に止めさせられたみたいなところなんでしょうね。 なのでちょっと今、うん、捉え、完全に捉えるというところにはなってないという感じですけどもね。ただまあ、打球としては、えー、ツーベースとして上がりましたしね。まあ、それは良かったんじゃないですか。で、あとは、レフトフライもまあ、ねあそこが、まあまあね、ねフェンスギリギリぐらいまではね、えー、あっち側にね、えあっち方向に捉えて飛んでったので、まあ、それは良かったかなと思いますけどもね。なのでまあ、ああいうところをしっかりと、まあ、捉えていく、 で、それの過程でホームランが出てくれば、まあ、また戻るんではないでしょうかね。なので、まあ、今日はヒットもそのツーベースというところで出たので、えー、それは良かったかなという感じでしょうかね。まあ、あとはやっぱりね、えー、前後の選手とかっていう兼ね合いもあるでしょうけどもね。まあ、アストロズとやっぱ見比べるとそれは感じますけどもね。というところの、まあ、今日の昌平のお話かなというふうには思いますね。 で、まあ、試合内容ね、行きたいと思いますけども、えー、今日はま、3対11で敗れると。で、1回表ですね、相手ピッチャーフランスということで、まあ、彼28歳とかなのかなでもルーキーなわけですよね。まあ、それにしても、ま、いいピッチングをされてしまうというか、まあ、防御率にも現れてますけどもね。まあ、なかなかやっぱり打てないという感じですね。で、先頭ですね、ヒホがセカンドゴロ。そして、シ兵が三振。 ドゥーリがライトへのヒットで出ましたが、ムーさんはセンターフライで、1回表終了。そして1回裏はですね、今日ピッチャーがアンダーソン。アルトゥーベにレフトへのヒットを打たれましたけども、ブレグマンをダブルプレイに取りまして、アルバレスを三振と。まあこのダブルプレイはね、非常に大きいな部分だったかなと。そして2回表ですね、クロンが三振、モニアックがショートフライ、レンフローファストフライと。そして2回裏はタッカーがレフトフライ、ディアス三振、マコーミックライトフライと。 えー、2回はですね、3人で抑えまして、3回表、サイスがフォアボールで先頭出ましたけども、えー、グリチャックがダブルプレート。で、ヒローがファーストゴロ。3回裏、えー、シングルトン三振、ペーニャはファーストフライ、マイヤーズ三振と、えー。3回裏もですね、3人で抑えまして、4回表、ショウヘイが三振、ドゥルーリーショートゴロ。ムーさんがサードのエラーで出塁しましたけども、クローンがセカンドフライと。そして問題の4回裏ですね、 え先頭のアルトゥーベにフォアボールを与えまして、えブレグマンの左中間ツーベース、そしてアルバレスのセンターへのヒットで、えー、0対1と、アストロズが先制。続くタッカーに、えー、スリーランホームランを打たれまして0対4。ディアスを三振、マコーミックセンターフライ、シングルトンセカンドゴロと。その後はね、抑えたんですけども、まあ4回にね、えー、ビッグイニングというところで4点を奪われて先制されると。 えー、そして5回表、モニアック、ショートフライ。レンフローがライトあレフトへのツーベース。で、そしてサ,サイスがセンターフライで、ツアート2塁となりまして、えー、グリチャックが、えー、ライトへのヒット。まあ、セカンドが空いているところにね、しっかりと、まあ、打ってたというところで1対4と、えー、1点返しまして、ヒヨがショートゴロー。まあ、これペイにはね、ナイスプレーだったかなと。ただ、まあ、5回ね、表。まあ、4回裏に行って4点をね、 えー、捉えたんですけども、5回表に1点はとりあえず返すと。えー、しかし5回裏、ペーニャが三振。マイヤーズショートゴロと。えー、ツアウトとしたところから、アルトゥーベに三塁線のツーベースを打たれまして、えー、ツアウト二塁と。で、続くブレグバンにフォアボール。アルバレスにもフォアボールを与えまして、えー、ツアウト満塁。そしてタッカーにレフトへのヒットで1対5。えー、ここでピッチャーがレオンにチェンジと。 で、ディアスにライトへのヒットを打たれまして、1対7。マ、まあ、コーミックは三振に抑えますけども、えー、5回にも3点を奪われると。で、またね、えー、試合がもうほぼほぼ決まるような点差にはなってしまったと。そして、6回表、昌平の宇宙間2ベースで、先、え、頭、ー、出塁でノーアウト2塁と。で、ドゥルーリーのセカンドゴロで翔平が3塁行きまして、えー、1アウト3塁。 続くムーさんの犠牲フライで2 1点をね、追加しまして、2対7と。で、クローンはファーストフライで倒れましたけどもね。まあ、とりあえず1点はまたね、追加できたと。そして6回裏、ピッチャー、ループル。シングルトン、サードゴロ、ペーニャがセカンドへのヒットで出ましたけども、マイヤーズ、センターフライ。そして、ワイドピッチでランナーが2塁へ行きましたが、アルトゥーベをセンターライナーに抑えまして、えー、まあね、えー、この回は無失点でしのいだと。 そして7回表、モニアック三振、レンフロー三振、サイスがライトフライ。で、7回裏、ピッチャーロペス、ブレグマンがライトフライ、アルバレス三振、タッカーにセンターへのヒットを許しましたけども、ディアソー三振で、7回も0点でしのぎまして、8回表、相手ピッチャーアブレイユ、グリチャックがキャッチャーフライ、ヒホがレフトフライ、ショウヘイレフトフライと。そして8回裏、ピッチャーバリア、マコミクにレフトへのヒット、 許しましまて先頭失塁シングルトンはライトライナーでワンアウトと。ただペーニャにフォアボールでワンアウト一二塁となりまして、マイヤーズにレフトへのヒットを打たれて2対8。アルトゥーベにもレフトへのヒットで2対9。ワイドピッチでランナー二三塁へ行きまして、ブレグマンにライトへのヒットで2対11と。で、アルバレスライトフライ。タッカーにフォアボールでまたね、ランナー出しましたけども、ディアスをショートゴルで。 まあ、抑えましたが、えー、この回もですね、えー、4点を追加されまして、えー、さらにね、とどめを刺されたと。そして9回表ですね、相手ピッチャーネリス、ダイダーベラスケのホームランで3対11と、えー、またね、まあ1点は返しましたが、アダムス、センターライナー、エスコバーがサードフライ、モニアックサードフライというところで今日も3対11、えー、完敗というところで2日連続ですね。 という、まあ、試合内容となっております。ええー、そしてまあ、今日アンダーソン4.2インニング、6アンダー7失点、3フォアボール、6ダッチ三振の1ホームランという、まあ、ピッチングですね。いやー、まあ、最初3回はね、まあ、良かったと思うんだけどもね。うん。まあ、1回ね、ダブルプレイでしのげたっていうところも大きかったでしょうしね。まあ、いい感じでこう、まあ、一回り目というかね、そこはしのげたと思うんだけど、二回り目ぐらいからやっぱり、 アストロズの先頭ね、上位打線は、まあ、ね、逃げさせてくれないというか、まあもちろんね、あの、逃げさせてくれないというよりかは、まあアンダーソンのコントロールが乱れたっていうところが、まあ事実なんでしょうけどもね。まあなんかね、構えたとこに行かないというか、うん、本当に甘いところに入っちゃってるというかね、そんな感じですよね。でまあ、4回も先頭をフォアボールで出して、まあ彼はフォアボールを出しちゃうとダメなんですけどもね、まあ、 彼はというかみんなフォアボールは出さない方がいいんだけども、まあ彼の、まあバロメーターとしてはフォアボール出すか出さないかみたいなところでね、去年は出さないからまあある程度良かったんだと思うんですけどもね、まあ今年はまあまあ出すのが増えてしまっている状況で、まあ若干減りましたけどもね、ただ今日はまあ、えー、それがちょっと点にも絡んでるという状況ではありまして、まあフォアボール出して、えブレグマンにね、左中間行かれて、で、アルバレスにも行かれてと。 というところでね、これがまあ、なんでしょうね。もう構えたところ行かなくてですね、えー、真ん中付近とか、まあ、甘いところとかっていうとあれなんですけど、まあ、そういう感じでね、えー、入っていっちゃってると。まあ、真ん中付近の、まあ、ね、ど真ん中ではないにしてもですね、真ん中付近に集まってしまっていたと。なので、結局は、まあ、タイミングがずれてようが逃してもらえてないという感じでしょうかね。で、まあ、アルバレスだって、 えー、インコースちょっと高め行って、ど真ん中付近行ってね、まあ危ない球ではあるんだけど、まあノーボールツーストライクって追い込んでるわけですよ。で、結局ですね、あの、最後カットボールらしいんですけども、まああれもね、えー、外角ボール球に投げる予定ではあるわけですよね、おそらくね。ただそれがまあ真ん中ちょっと、えー、外寄りっていうかね、まあほぼほぼ、えー、3D のもので見れば真ん中、 ど真ん中のね、えー、四角の枠の、まあ、ちょうど真ん中みたいなね、うん、意味わかりますかね。ど真ん中から、まあちょっと外寄りのね、うん、まあ急分割したところのど真ん中のライン上みたいなところにね、投げてるっていう、まあ、値になってますけども。なので、追い込んでボールダウンを振らせるっていうつもりがそこに入っちゃってるわけですよね。だからまあ、全くコントロールされてないんですよ、この回はね。 で、まあ、これね、シングルで、まあ、住んでるから、まだ良かったんですけどもね。こんなのも、まあ、持ってかれるような場所だとは思うんですけども。まあ、それでね、点が取られたと。まず、まずね、えー、そういう形で。で、その次のタッカーはね、まあ、そのね、ど真ん中とかではないんですけども、まあ、タッカーにあの辺投げちゃダメだよねっていうところに、まあ、投げちゃってですね。で、あそこもまあ、あの、インコース、 まあ、コースから言えばね、難しいんじゃないかなっていう。まあ、ギリギリストライクかな、みたいな。うん。もしくはボールかな、みたいなところには投げてるんですけども、あの辺は彼が得意なコースというかね、インコース、そしてまあ、低めとかはね。だからまあ、外より、もしくはまあ、真ん中低めあたりとかね。まあ、それを狙ってたのが、そっちに行っちゃって、まあ、完全に行かれたという感じでしょうね。なので、まあ、 あの、コースうんぬというよりもね、まあもちろんど真ん中付近に行っちゃってるのもあるんですけど、このタッカーのやつはコースがまあ悪いというわけではないんですよね。通常で考えれば。ただタッカーには投げてはいけない場所ではあると。で、そこを狙って投げたわけじゃないので、まあ、えー、完全にね、狙った場所には投げられないという状況のまあこの4回だったわけですよね。それがまあこういう形で起こ、まあ起こってしまったと。 で、まあ、上位打線はね、それで行かれて、その後はまあね、ホームランを打たれた後は抑えたわけですけどもね。ただまあ、上位打線、この辺のレベルになっていくと、それはまあ、逃してくれないよね、と。で、まあ、5回にもね、えー、点を取られちゃったわけですけども。しかもまあ、2アウト取ってから、まあ、アルトゥーベの3塁戦ということでね。まあ、なんか彼もね、 そんないい当たりじゃないんだけど、ヒットになるっていうしぶとい感じですよね。うん。まあ今日もそういうのが何個かあったと思うんですけどもね。まあそれで打たれてですね。で、結局、その前の回にですね、やられてるもんだから、まあブレグマンとかアルバレスとかね、まあ逃げちゃってるというかビビっちゃってるのか、フォア、ね、ストライク全然入んないでフォアボールみたいなことになりまして。でもホームラン打たれたタッカーがね、その後にまだいるわけですよね。満塁で。 そんでもってあんな上手いバッティングされちゃうわけだからね、たまったもんじゃないと、うん、いう感じですよね。で、まあ結局ね、その上手いバッティングの後でピッチャーがもうダメだってことで変わりましたけどもね。そんでその後に出てきてディアスもね、まあ、なんて言うんでしょうね。あんなところをまあ持っていくのっていう、なんて言うんだろうね、上手いよなっていうバッティングをされてしまってね。正直まあ、 投げたところは、まあ、その、続けて同じようなところ投げちゃってるっていうのはもちろんありますよね。あの、レオンがね。それはまああるんだけども。ただ、見た感じね、そんな簡単なコースではないのは確かでね。まあでもそれをうまく打つっていうところが、まあ、アストロズのまあ、野球でしょうしね。そういうのがもう、ね、今日はいくらでも出てきたなっていうね、ところでね。 まあ、やっぱ強いよねっていうのは感じたという、まあ、試合ですか。まあ、昨日もそうだったけども、今日もまあ、そういう感じになっちゃいましたからね。それでまあ、そんなところでね、えー、まあ、その後もまあ、点取られてるわけですけど、8回もね。まあ、これもやっぱりね、えー、なんて言うんだろう。こんだけ点差あんのに、まだ首締めてくんのか、みたいなね。うん。いや、普通だったらまあ、もう点いらねえか、みたいな感じになってくると思うんだけどね。 ただそれを許してくれないアストロズって感じですかうん。だからまあ、勝ち回としてもバリアが出てきて、で、まあ、もちろんヒットー打たれてるし、あれなんですけども、そんなにね、あの、悪いとこ投げてるかなって言うとそうではなくてですね、まあ厳しいとこなんだろうけどヒットにするんですよね。っていう感じじゃないですかね。うん、そういう風に見えましたけど、もちろん打たれるべくして打たれてる球もあるでしょうけどもね。ただそんなに、まあ、 悪いって言われたら、まあ、そうでもないしね、うん。ブレグマンのなんかも、まあ、難しい球ではあると思うんだけどもね。あれをうまくね、しかもこんだけ点差があるところで、まあ、これでとどめさせてくるかっていうね。うん、まあ、抜かりがないというか、まあね、うん、気を抜いてないというかね。うん、やっぱり、そういうチームじゃないと勝っていかないのかなっていうね。うん、いうふうには感じましたね。っていうか、まあ、なんかアストロズに負けるたびにそう思うね。<laughs> 多分今年も前ね、全然勝てなかった時があったと思うんですけども、その時もかなり差を感じたよねっていう話はしてると思うんだけども。まあ昨日今日、まあ昨日はなんかもうどうしようもねえなって感じでまあしょうがねえかと思ったけど、まあ2日連続これだとね、さすがにねっていうのがありますしね。うん。まあやっぱり相手がかなり上手だよねっていうのは感じると思うんですよ。うん。そんな今日の、昨日今日の試合だったのかなと思いますけどもね。 で、まあ、打つ方もね、今日も三得点、5安打で3得点っていうところでね、まあ、チャンスがあまり作れていない中では、まあ、これもエンゼルスに関,関してなんだろう、まあ、ちょっと甘く見ちゃってるっていうのはあるのかもしれないんだけども、その、まあ、基本的に5、6の1点ずつじゃないですか。まあ、9回のホームランはね、もうその1点はあれとしても、まあ、ちゃんと戦ってる中って考えると、まあ、5、6の1点ずつ、 というところで、まあ、そこで、ま、1点ずつは取れて、今日なんかま、スコアリングポジション3回しかないんでね。そのうちの1回はま、成功してるみたいなところと、あとは犠牲フライかな。うん。というところなんで、正直いつもだったら、こういう感じで点取れないよねっていう形では点は取れたと思うんですよね。まあ、あの、昌平が出て、えー新ルイダー、新塁打、新塁打打ってというか、ま、結果的に新塁打にはなってるんだけど、 まあ最低でもまあ新塁打はっていう風になるバッティングができればそれはそれでいいわけでまあそれを狙ってたかは知りませんけども結果的にはでも新塁打になってでまあね最悪ね最悪というか最低限犠牲ぐらいで1点返せればっていうまあ感じでね1点は取れてるっていう状況だとはもう一つはねランナーじゃないシフトでねいないところにまあこう打ったっていうところでねその1点ですから まあなんかその攻撃としてはね、えー、いい感じでは取れたんじゃないかなと、チャンスがない中でね、というふうには思うんですけども、ただまあ、今日の感じだとまあ2点じゃ全然勝てないわけですからね。なので、まあね、そのただたった2点かって思うかもしれないけど、まあもちろんもっとね、打って点を取らないとね、まあ勝てないんでしょうけども、普段の感じからすると点の取り方的にはまあ、えー、チャンスがない中で、うん、いい形ではやったのかなっていうふうにはまあ、えー、感じる部分ではあると。 ただやっぱり4点行かれてしまって、まあ3ランが大きかったですけども、まあ4点行かれてしまって5回に1点返して、まあ3点差ですよね。なんだけどすぐにまた3点取られちゃってるっていうところで、まあもう試合が決まり始めてるので、まあその三点、4点行かれてもね、五6ってしのいでくれないとやっぱり厳しいわけですよね。先発ピッチャーとしてはね。それがまたすぐに3点行かれちゃってるので、 これで5、6ってしのいでくれたら、まあ、まだ2点差でね、わからないな、という状況の中で、まあ、勝ちパターン突っ込んでいって、ね、えー、最悪どっかで1点ね、点でも取っていってっていうね、状況になっていけばね、まだ、えー、チャンスは、まあ、あったかもしれないんだけど、5、5回の3点でね、うん、もうその、まあ、試合の流れというか、試合を運んでいく、まあ、プランが変わってしまってるわけですよね、もう。 勝ちパターンをあまり突っ込んでいくというよりかはね、どうにか繋いでってみたいなね、形にはなってしまって。まあその過程でまあとどめをまた8回に刺されたって感じですからね。うん、だからその、まあ4点、4回の4点はしょうがないにしても、その5回の3点っていうのはやっぱりどうにか防ぎたかったよね、というところですよね。で、まあそれがね、ツーアウトから行かれてるっていうのが非常にまあもったいないというか残念というかね。 だから、まあね、えー、結局その最初の3回のピッチングがまあ良かったんですけど、4、5と、まあコントロールがね、もう全然定まんなくなって、自分が思ってるところに投げられなくなっちゃったんだよね。もうどうしようもなくなったっていうところでしょうかね。で、それをまあ4回で5回に修正できたのかって言ったらね、まあそれができなかったんでしょう。で、その、 上位打線へのプレッシャーでね、まあまた、えー、その前の回にやられてるからっていうところで、まあやられてしまったという感じでしょうかね。うん、なので、まあもう何も言えねえっすって感じですね。こんな感じだとね、うん。なので、まあしょうがないなっていうところで、まあ明日はね、えー、まあとりあえず1個は勝とうよっていうところで、えー、シルセスですから、まあこのところね、いい感じで投げておりますのでね、えー、そこに期待する時間ないかなと。 とりあえずまあ2試合とも先発でね、ぶち壊されてるので、まあそれがね、えー、明日はどうにか、まあ5回6回ぐらいまではね、わ、えー、からないなと。うん、まだね、わからない勝負だなというぐらいの試合にはしてほしいなと。まあその中でね、エンが点を取れないとか、まあ、えー、系統に入って点を取られたとか、まあいろいろね、わかりませんけども。ただ今日とか昨日みたいにね、前半でもうダメだっていう状況にならないようにだけ、 明日シルセスに頑張ってもらいたいなと。まあ、またね、7回とかまで投げろって話ではないですけども、最低5回ぐらいまではね、えー、まあ、1、2失点ぐらいでね、とどめて、まあ、3失点か。うん。3失点までぐらいで5回、6回。うん。まあ、5回、3失点。6回、3失点だったら、まあ、上出来ですしね。まあ、だから5回、3失点ぐらいでね、えー、どうにかまとめて、うん、頑張ってもらいたいなというかね、試合を作ってくれたらいいかなというふうに、とりあえず思いますので。 まあだから明日はどうにかね、え打つ方がね、かなり点を取ってっていう方に、まあ持っていかないと、まあなかなか厳しいかなと思いますしね。まあもちろん11失点してたらまあ勝つのは厳しいんだけども。例えばね、えー、5回3失点で、まあリリーフが2点取られて5失点だとしましょう。 だからもう7点ぐらい取ろうというね、明日は打撃で言ってくれないと困っちゃうかなという感じで思いますね。ということでまあ2試合連続でこういう形になりまして、非常にまあ残念ではあるし、うん、何も言えない感じなんですけども、まあ一応ね、うん、こんな形で、えー、まあ試合内容となりました。で、まあもうエンゼルスですね、プレイオフ進出、えー、確率が1.1%かな、うん、今日ので1.1になったのか という感じみたいで、まあ、もうちょっとで1、1%を切るみたいになってきましてね。まあ、やっぱり厳しいよねっていうところは当たり前なんですけども、さらにまあ、このところ勝ててはいないしねっていうところでね、せっかくまあ、えー、ジャイアンツで若干上がったかなと思いましたけども、この2連敗でまあ、また、えー、随分下がるという感じにはなっておりますね。で、まあ、ヤンキースもね、もう10%切ってますのでね、まあ、厳しいよねっていう感じですけどもね。 まあそんなところですね。一応ご紹介しておきますけども、まあ厳しいは厳しいよね、というところですね。えー、そして演説ニュースですけども、えー、まあ明日ね、シルセスということでね、頑張ってくださいというのと、あとはデトマーズをどうするかっていう話ですけどもね、まあ昨日はオプションで落ちるのか、リリーフに回すのかどうなのかみたいなね、えー、お話をしておりましたけども、まあまだ決めていないということでね、 えでも、カニが戻ってくればね、えー、どうにかするんじゃないかとは言われておりますけどもね。まあ、そんなところですね。あとはトラウトのえ状況ですけども、まあ、マシン代機して、そのうちに、まあ、速球のね、速い球の、まあ、マシン代機して、それで、まあ、痛みがどうかっていうのとね、まあ、スピードに、その、試合でのスピードにね、対応できるかっていうところと、 まあそれを見てですね、えー、それが完璧で OK だってなればですね、復帰に近づくという感じになるみたいなのでね。まあ一応こう、なんだろうな、えー、いつっていうのはまだ決めていないというか、まあ焦らすことはないんだと思うんですけども。ただね、ビンちゃんとしてはまあ彼のスイングにね、えー、まあ一番勇気づけられたということで、いい振りはしているんじゃないかなと思いますけどもね。なので、 ま、あ、とりあえず、今月中っていう感じの予定ではあるんだろうとは思うんですけども。まあ、ええー、まあそんな焦る必要もないかもしれませんけども。ただまあ、将平のその、ホームランがね、えー、どうとか、あとはまあ、ね、他のね、数字がどうとかっていうのを考えれば戻ってきてくれた方が早くね、いいんだろうなと思うんですけどもね。まあ、ただ焦らすことはしないかなと思いますけども。 まあそんなところで、えー、トラウトもまあ頑張ってね、えー、復帰に向けては行っていると。で、あとはですね、えー、ローゼンバーグがね、まあ89 9投げちゃったので、えー、今日ね、オプションで落としたわけではありませんけども、まあ今日バリアもまた投げちゃったしねというところで、えー、まあ明日どうにかなるのかなと。オプションで落として、 まあ誰か上げてくるとかっていうことにはまたなるのかなとはえ言われておりますけどもね。ただちょっとバリアもまた厳しくなってきましたね。うんまあやっぱり彼にもね、なかなかね、ペリーに刺さってないんだろうなとは思ってたんですけどもね。ただ色々とまあ人がいなかったり、まあ彼の調子が上がってきたりっていうことで先発をね、またようやくチャンスが回ってきたりはしたんですけどもね。 まあ、その過程でまたね、いろいろと、まあ、振り回されたというか、まあね、言い方が悪いとそうなりますけども、まあ、それで今に至ってしまってますけどもね。まあ、だから結局ね、彼がデビューしてから、こう、しっかりとローテっていうところでね、うん、まあ、勝ち取れなかった。まあ、でもその時はまだオプションがあったらしたのでね、そういうのの関係で、まあ、なかなか上げてこないというタイミングも、まあ、おそらくあったとは思うんですけども、まあ、にしてもね、 えー、まぁいろいろとたらい回されたっていうのはまあもちろんあるけども、まあ、彼自身もこう掴み取れきれなかったっていう部分はあると思うんで、そうなってしまったという部分はあるんでしょうけどもね。ただまあちょっとなんか、うん、まあ去年の状況でもね、えー、まあ、ノンテンダーになるかなっていう候補にも上がっておりましたけどもね。それはまあ回避されましたが、 まあまた、この後、そして来年に向けてはちょっとどうなんだろうなっていう感じでも、現状だとね、なってきてるかもしれませんけどもね。なので、まあ要はエンゼルスそのね、えー、オプション持ちがなかなか少なくなっている状況の中でね、うん、まああんまりこう動かす状況にない、まあね、ロースターになっちゃってるわけですよね。開幕した時なんかはね。まあそれがあんまりよろしくないとも言われておりましたし、 まあそういうのも関係でまあどうにかなっちゃうかもしれないなというのもね、えー、まあ最近のことでえ可能性も上がっちゃったのかななんて思いますけどもね。まあでもまだね、取り戻すチャンスはあると思いますけども。ただやっぱり起用される部分がなかなかね、うーんっていう部分になってきちゃってるのでね。まあ難しいんでしょうしね、彼にとってもね。なのでまあもうちょいね、えー、踏ん張ってもらいたいなと思いますけどもね。なかなか厳しいのかもしれないと。 で、あと、おハッピーさんは、えー、そろそろね、えー、来週かなまたトリプレイに行く予定ですけども、まあ、まだ最終決定はされていないらしいんですが、まあ、一応来週トリプレイにはね、えー、上がるような予定ではあるというお話ですね。ということで、まあ、エゼス情報的にはそんな形と、あとはまあ、クローンがちょっとね、えー、背中の張りかなんかで途中で変わったという感じですけども、だからまあ、明日、 再評価して、まあ明日は出ないんじゃないかなっていうことですけどもね。まあそんなところの情報と、あとはまあエンゼルスに来るとっていう話で言うとね、まあ一応まなんかね、えー、ツイッターのでも流れてましたけども、えー、グリチャックと、えー、クローンがまあワーがマイナスっていう感じらしいんですよね。エンゼルスに来た、トレードで来た人たちね。で、あとはまあエスコバもマイナスですからね。 で、ムーさんがね、まあ唯一頑張ってんのかな、みたいなことで。ただまあ、グリチャックとかはまだそんなに試合というか、うん、立ってないからね。まあなんとも言えませんけどもね。も、もちろん来月またね、かなり活躍するかもしれないけども。ただまあ今月活躍してくれなきゃ困っちゃってたわけですからね。まあそこはなんとも言えませんが。まあ、トレードで取ってきた組としてはムーさんが一人勝ちという頑張りなのかな。 っていうところではあるのかもしれません。エンゼルスに来てからですね。うん。っていうところでしょうかね。なのでまたエンゼルスに来るとっていう話がね、再加熱しそうですけどもね。まあでも、ピッチャーのところで言えば、えー、ロペスはまあ、えー、プラスですしね。なので、まあまあ、それはね、一概には言えませんけども、まあ、ジオリトが、でもマイナスなのか、うん、っていうのはありますんでね。だから来た人の、 来たうちの二人がプラスで、まあほとんどはマイナスみたいな感じに今なっちゃってるからまあね、そう言っても、まあ正しいのかもしれませんけどね。まあわかりませんがね。まあ前から言われてますけど、都市伝説的な形でね。まあそんなのもやっぱりあるのかなとは思いますけどもね。まあそんな状況で今ありますと。 いうところですね。あとはまあなんかレンドンの保険がどうのこうのっていうコメントは結構来ますけどもね。まあ保険が降りるから休んでんじゃねえかみたいなね、話とかね。まあなんかそういうことですか。だけどまあ保険が降りるつってもまあ保険まあもちろん入ってんのかもしれませんけども。ただやっぱりそんな適当じゃないでしょうね。多分保険の審査だってね。だからまあわざわざ休んでるというよりかはまあしっかりとやっぱり診断書があって、 まあちゃんとこうですよっていうのがなければやっぱ保険もおりないでしょうからまあね、怪我はしてんでしょうよっていうところではあると思うんですけどもね。だからまあそれによってね、えー、わざと長く休むっていう感じもできないでしょうしね。うん。まあわかんないけどもね、適当なのかもしれないけどその辺の評価が。でもそんなことはないと思うんですけどもね、いくらアメリカでもね、うん、そんなね、安いお金ではないでしょうから保険で、まあどれぐらいほ、ね、 あの、降りるのか知らないけどもね。っていうふうには思いますけどもね。だからまあ、当たり前にその休んで保険が降りるんだったらまあ、それはね、当たり前の行為というか保険がかかってたらまあ、それは降りるんでしょうけども。まあ、わざわざこう、無理してこうね、休んでるというかまあ、しっかりと怪我はしてんでしょうねっていうところじゃないですかうん。わかりませんけどもね。休んで適当に払われるんだったら、それはね、わざと長く休んでるかもしれませんけども、 まあそんな適当ではないと思いますのでね。まあシンプルにただ休んで保険が降りるっていう、ただそれだけの話じゃないかなと思いますよ。うん、個人的にはね。だからまあ、それはやっぱりレンドンがあんだけ休んでるっていうところによる、まあ怒りのね、感情によるその判断というか、まあその話題にっていうところなんでしょうけどもね。まあ通常のパターンじゃないですか。だからそんな適当じゃないような感じはしますけどもね、個人的にはね。 っていうところですね。あとはその昌平の短期での、えー、契約がっていうのが多いよねって話はしてたらですね、昨日あのコメントいただきましてね、えー、まあ、某、某さんがですね、あのー、まあ保険、その保険の関係で昌平の保険がね、契約できないんじゃないかっていうところで、まあその短期間になるんじゃないかみたいなことを言ってるから、まあそういう方が多いんじゃないでしょうかというコメントをいただいたんですけどもね、 まあ確かにそうなのかもしれませんね。うん。そういうのが、まあそういうのを見てるからそういう方が多いのかなっていうところ。うん。まあそれはまあ全部じゃないにしてもまああるのかもしれませんね。理由としてはね。だからまあ、ただそんな保険がどうのこうのだから、ねあのー、 契約年数が低くなるみたいなことはあんまり書かれてませんけどもね。アメリカの、まあ FA の記事なんか見てもね。まあ、わかんない。書かれてるやつもあるのかもしれないけど、細かいところを見ていけばね。ただ、大々的に基本的にはそんなに書かれてないんで、まああんま関係ないのかもしれないなと思いますけどもね。まあ最悪、まあ怪我しても、ね、えー、まあ、その保険が例えばそんなに降りないというか、まあ保険がなかったとしても、 まあ、それなりに回収できんじゃないですかわかんないけど。うん。というふうには思いますし。まあ、最悪、例えば投げられなくなったって言っても、バッターで出れるわけですよね。おそらく彼はね。だからまあ、その、走るとか、なんか違うとこを痛めるとダメですけどもね。そういう部分で、まあ、どっちかはできる。まあ、どっちかっていうか、まあ、バッターかな。はできるっていう状況ではあると思うんでね。うん。まあ、そこまで、二刀流だから故障がどうのって言ってね。 えー、まいろいろ言われてる人の方が意外と故障しなかったりするんだよね。で、まあ三度目の正直かって言ってても故障しちゃう場合はあるからね。だからまあ一概にはまあその未来のことなんてわかりませんからね。意外とね、マー君も、まあね、肘でこう注射してなんかして、結局最後の方まで、まあどうにもならずに投げましたよね。でもずっと、そこのまあ肘がどうのっていうのはずっと言われててですね、 で、なんか途中からね、なんか言われなくなったんですよね。だいぶしてからね。だからまあ、意外とね、大丈夫だったりするんじゃないかなと思いますけど、そうやって言われてる人たちの方が大丈夫っていうね、意外とね。な、ね、ので、まあ、保険がどうのって言っても大丈夫なんじゃないかな、なんて思いますけど、まあその辺は詳しく知りませんけどもね。 まあそんなところでしょうかね。ということでまあなんか今日も残念な試合になってしまってあれなんですけどもね。まあ、え、明日どうにか勝負していただいて、勝負してというか、前半で点がそんなにやらないように、え、シルセスに頑張ってもらうしかないかなっていう、まあ、ところでしょうね。ということで、え、今日ね、エンゼルス情報としてはこれぐらいで終わりたいかなと思います。 えー、そして、ヤンキースは本日はまあ、しっかりと負けたという感じになりまして。えー、まあ、やっぱりね、練習とかできないですよね。うん。まあ、で明日勝てはまあ、とりあえずいいのかもしれませんけどもね。まあ、結局、勝って負けて負けてとかね。勝って負けて勝ってみたいな感じなので、なかなか大きなところでまあ、勝っていくっていうのはなかなか、うん、できていない状況で、えー、まあ、今日もそんな感じで。今日はまあ、1点しか奪えなかったって感じですからね。 うん、まあ昨日とかね、最近ちょっといいかなと思ったけど、まあ結局ね、今日はそんな感じでしたというところですね。で、まあえー、っと、ゲーム差と、あとはワイドカードのね、ゲーム差ですよね。まあそれを最後にやりましょうというところですけども、えー、トロント3連敗。で、シアトルも今日負けたので、連勝はストップしてますけども、まあ0.5差のままですね。 で、ボストンが3ゲーム差で、えー、ボストンも今日負けて、ヤンキースも負けたので4ゲーム差。で、エンゼスも負けて6.5。五ということで全部、まあ、アストロズから下ですよね。ワイドカードの。チーム全部負けたっていうことでゲーム差は勝っておりませんけども。まあだから上が負けてるんだったらやっぱ下の人たちは勝っとかなきゃいけない状況ではあるわけですけどもね。まあそれが負けてしまっていると全チーム。ということで、まあ上のチームからしたらまあ、 良かったなって感じでしょうけどもね。まあそんなところの、えー、ゲームサードになっておりますね。なのでまあ、うん、こういうところでやっぱ縮めていけてないっていうのはまあ厳しいよね、うん。下のチームからするとね。なのでまあまあちょっと厳しいでしょうけどもね。まああとはだからマリナーズがどんだけ頑張るかみたいなところなのかな。で、他のチームはまあ、マリナーズみたいに連勝とかが起こればね、まあ連勝というか、 えー、過去10試合で8勝みたいなことが起きてくれば、まあ縮まっていくでしょうけども、まあね、ゴブゴブだったら難しいでしょうしね。まあそういう感じじゃないですか。それがまあどっかで起こるのかどうなのかみたいなところだとは思いますけどもね。まあちょっと、うん、まあ厳しいよねっていうところですね。ヤンキースとしてはね。まあそんなところですね。でまあこれからも試合のね、日程的にも、えー、今ね、マイアミで言いますけども、次はアトランタで、 で、まあ、ボストン。で、ナショナルズ。で、タンパ。で、タイガースってことなんで、まあ、そこそこやっぱりね、強いとこもありますし、えー、一個上にいるチーム。で、まあね、その上にマットいるチームっていうところもありますしね。まあ、ちょっと下にいるチームはあるけどもね。ただまあ、えー、結局、この強いところにも大体勝ち越して、で、下にいるチームを全部勝ってみたいなことが起きないと、まあ、難しいですよね。 なので、それが起きるとはなかなか現状は思えないかなっていう感覚ですのでね。まあ、昨日言った通り、ボルピーが20発、そしてジャッジが30発行くっていうところかな。もう今年はね。で、まあ、来年どうするかっていう補強をね、えー、このオフ楽しむっていう感じですか。とりあえず現状からすればね。まあ、すげえ勝ってくれたらま、可能性出てきますけどもね。まあ、すげえ勝っていけるかっていう先発ピッチャー陣ではないんでね。 うん、何度も言いますけどもね。厳しいかなっていうふうには思いますが。まあ、とりあえずね。えー、まあでも一個でも勝ってくれるのはそれはいいんですけどもね。見ててそれはそれの方がいいんで。という感じですようかね。ということで、えー、今日はこれぐらいで終わりたいと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、声がツイッターコメントよろしくお願いします。で、終わりまーす。 ということでね、えー、雑談ですけども、まあ昨日もですね、プレゼント企画のお話をしましたけども、まあまだね、えー、しばらく募集しますので、えー、まあ DM でね、えー、記念カード欲しいって方は DM を Twitter の方の DM にね、えー、ツイッターといでかもう X って言われなんですけどもね、まあ DM いただければそれで OK なんでね、えー、まあ昨日ちらほら DM いただきましたので、まあまだね、全員いけるかなみたいな人数であるんでね、うん、まあ ねえ、あんま増えちゃったあれですけどもね。まあ、とりあえず、まだね、えー、DM してない方で応募したい方は、あの、ツイッターの方の DM まで、えー、いただければな、というふうに思います。で、まあ、このところ、まあ、あ昨日もね、ちょっとツイッターで、まあ、あいろいろ書いたりもしてるんですけども、まあ、あ面白いコメントが来ててね、まあ、一周回っても面白いよね、みたいな、<laughs> コメント。だからま、あね、 なんだろう、翔平のその、強いチーム行ったらね、靴磨きさせられんじゃねえかとかね、<laughs> どんなことだよみたいなね、うん、ちょっと面白いですけどね、逆にね、うん、大丈夫って思うんですけど、逆にもう面白いよねみたいなコメントが結構あるんですよね。あとはまあ、えー、まあね、エンゼルス以外のチームに行ってもらえて、それはいいんだけども、まあそうなったらね、もう楽しく明るい野球なんかできないよみたいなね、うん。 食うな。まあ、そんな感じだったと思います。今ちょっとコメント見てないんで言っちゃってるから、まあ、ちょっと違ったらあれなんでね、しっかりと見て話した方がいいかもしれないんですけども。まあ、そんなニュアンスのね、コメントが、まあ、来てましてね。うん。まあ、それもそれでって思いますけどもね。なんで、まあ、そんなところですよね。 今ちょっとね、コメント探してたらないなと思ったら、スパムの方にね、行かされてましてね、誰かあれじゃないですかなんか気に食わないからなんかやったんじゃないですかだから行っちゃったのかなわかんないけども。僕はその面白いが置いといたんだけども。で、まあ、エンゼルス以外ではどこでも行ってくださいと。ただし、今までのように明るく楽しい野球はなく、なくなりますと。 誰もちやほやしなくなりますよ。みんな死に物狂いでやってるからっていうところでね、コメントが来てたわけですけども。まあ、この人ド S だなと思ってね。うん。まあ、僕も、あのー、ふざけてるわけじゃないけど、前にね、大谷翔平はド M だっていう動画出してるんですけど、まあ、なんでかっていうと、やっぱり大変じゃないですか。二刀流やるってね。で今、こんだけね、休まないで出てるし、まあ、休みたくても休めない状況なんでしょうけどもね。 ただやっぱり二刀流やるっていうのは相当なことなわけですよね。いろいろと大変だしね。食事もそうだし、まあ、プライベートの時間でもまあそういう、まあ何、野球のためにっていうところでいろいろとね、時間を割いてると思うしね。じゃないとできないと思うんですよ。だからまあそういうふうに言ってるんですけども。ただまあね、あの、明るく楽しい野球はなくなりますっていうことでね。まあ、 これもね、別に楽しくやってるっていう感じじゃないと思いますよね。今見ててもね。まあ、たまにね、楽しそうにしてるなという感じはありますが、まあ、基本的に最近投げてる姿を見て楽しそうかって言われると、まあ、苦しそうだよね。<laughs> 正直ね。疲れてそうっていうかね。もう、その、初回から疲れてそうじゃないですか。表情的にね。で、前って、まあ、あんな感じじゃなかった気がするんだよ。もっとね。で、こう、エンゼルスが、まあ、あれかな、この前、 完封した時かな、翔和がね。あの、その時はまあ、割となんかね、気合入ってるというか、やっぱり、ポストシーズン行くぞって決まった後だった気がするんでね。なんか、久々にあんな感じ見たなと思ったんだけど、基本的に今年のピッチングやってる時ってなんか、ね、疲れてそうな、ずっとそんな感じだったと思うんですよ。イメージ的にね、僕の。だから別に、そんなに楽しそうにやってるっていう感じはないし、 まあ前はなんかね、なんでその笑ってないんだみたいなね、コメント去年だが一昨年だか、もうちょっと楽しそうにやれよみたいなコメントも来てましたけどもね、それはそれでどうなのかなって思ってね、別に笑って楽しそうにわざわざやる必要もないしね、毎日笑ってる必要もないんじゃないかっていう時その時言いましたけども、まあだから、別に楽しくやってる感じもないし、で、まあ死に物狂いでやってるからってことなんだけども、 まあ今、染み物狂いでまだやってないのかなってね、思っちゃいますよね、彼がね <laughs>。これ以上どうやんだよ、みたいなね。こんだけ休んでないのにね、みたいなことで、まあ一週か二週か三週ぐらいして面白いな、みたいなコメントで来てましたけどもね。うん。相当この人ドエスだなと思ってね。まだ苦しまなきゃいけねえのか、みたいなね、ところで思いますけども。逆に違うチーム行った方が、このね、苦しまないで、まあ、もうちょっと余裕持って野球できんじゃないかなって思いますけど、その、 正平が埋もれちゃうからっていうコメントもあるんだけど、逆に埋もれた方が俺はいいと思うんだけどねって思ってるんですよね。うん。だって、正直な話、あのー、まあ、話長くなんだけど、あのー、今、やっぱりポストシーズン争ってるわけじゃないですか。で、本当毎回言うんですけど、あのー、まだスタートラインに立てないんですよ。正直ね。何を目指してやってるかって、みんなワールドチャンピオンになるために、まあ、一応やってるわけですよ。これね、今。 で、ポストシーズンってところに立たないと、そこにはまずたどり着けないですよね。で、ようやくスタートラインに立っても、そこからまた勝っていかなきゃいけないんですよ。でも、今考えてみてもらうと、ええー、まあ、翔平の、まあ、ライフ、ライフゲージを考えたら、今結構ゼロに近、近いじゃないですか。ダメージを受けててね。その状況で、まあ、ポストシーズンを目指しちゃってるというか、じゃなきゃいけないチームなんですよね。で、まあ、今から万が一ポストシーズンに、 いけましたってなっても、ダメージがもう、ね、ライフゲージゼロみたいな状況でポストシーズン迎えちゃうんだよね。だから結局、もうちょっと余裕を持ってね、まあ余裕を持ってっていうチームがあるか知りませんけども、まあね、人がタレントが揃っていて、もうちょっと余裕を持って、例えばね、あの、元気なうちは別に休む必要はないと思うんですね。ただやっぱり今年って、まあアクシデントあったわけじゃないですか。何回もね。 するとか爪とか、そういう段階で一回もこう飛ばしたりできなかったりですよね。なので、それができる余裕があるチームに行ってた方がやっぱりいいんじゃないかなっていうところですよね。元気な、全然元気なうちは別にね、いいんだと思うんだけども、そういうアクシデントがあったのに休めないっていうチーム状況のチームでやっててもダメージが受けるだけじゃないかなっていうところですね。なので、まあ、逆にそうやってタレントが揃ってれば余裕を持ってシーズンを過ごしてポストシーズンに行って、 で、ようやくスタートだってところで勝負できるんじゃないでしょうかっていうところですね。だから、あの、強いチームに行って勝ってもなっていう人いるんだけども、でもそうじゃなきゃ余裕を持ってポストシーズンまで行かれねえんじゃねえかなっていうところですね。うん。だから正直、今からが勝負なんで、うん。で、結局そのスタートラインにまだ立てないわけですからね。まあ、そこに余裕を持って通過して、まあ、余裕で通過できることはないんだけども、 で、そこからまあ、えー、本番にっていうところですからね。それはまあ、毎年そのポストシーズンの時期に行ってますけど、こっからが本当の勝負なんだよなっていうのがね。うん。だからそこに向けて、まあ、ある程度はレギュラーシーズン余裕を持って臨めるっていうチーム作りをしてもらえないチームだと厳しいかなっていうのはあるんじゃないでしょうかね。で、まあ、それができるチームの方が、 いいんじゃないかなっていうのは個人的には感じてますけど、まあ、今年のそのね、ピッチャーで休める状況でも休めなかったとかね、まあ、今もま、休む状況にないみたいな感じですから、それがま、しっかりと休んでも大丈夫なチームっていう、まあ、そんなのがあるのか知らないけども、そういう方がいいのかなっていうのは感じてますけどもね、というところでしょうかね。まあ、そんなところですね。昨日のコメント見て面白かったのはね、うん、っていう感じになりますね。 ということで、雑談としてはこれで、えー、終わりたいと思います。